こんにちは。イレバンスピープルの3コーラス目いきます。B フラットですか？Thank you.
違うパターンですね、最初の時と。これがこのドギツイ、一番最初に聞いた時にここのハーモニー何かなと思って、もうとんでもないことになってるんだ、このブス。これはディミニッシュがただ単に上に来てるだけなんですよね。もうダイアトニックで来た。流れでバーッと来ると分かんないんだけど。違う感じで微妙に弾いてるので、聴いてて飽きない、もちろん飽きないし、まあなんともかく演奏が素晴らしいですね。このクラシック的に見ても結構難易度が高いというか、もちろんこんなうわーとかね、リストとかラフマニノフとかあのそういうのに比べればはるかにまだやりやすいですけれど、まあやってることは結構難しい部類なので、だからやっぱりそのこの辺なんか結構半進行したりとか、風がやらないね、そういうものに比べたらはるかにあの レベル低ってことはないけど、あの難易度はだいぶ下がるんですけど、まあ本当だけどやっぱ芸術的に聴いてて素晴らしいというか、ジャズみたいなものでなんかこう大砲みたいなことでやってこうあんまり成功してる例ってあんまり聞いたことがないというか、まあまあ、うまく書けてるやつは多分ほとんど書いてるんでしょうね。やっぱりそれぐらい難しいっていうか、だかこの人とかって基本はハーモニーベースにしてその辺をカウントラインでうまくこうつないで、あの、まあちょっとまあ、こういうところなんかだからポリフォニックになってると思うんですけれど、本当に程よい差し加減で、あのかなりその価値の高いものを作ってる、あの
作るソフトでやってるので、よくこの人のあれを書いてるって言ってる人がいるんだけど、それは、まあ、書いてる、よくアイディア書いたりとかするかもしれないですけど、要するに書いてるものを弾いてるんじゃなくて、それコンセプトをただ単に書き留めてるわけであって、それで結構誤解招いてると思うんですよね。全部即興でやってますよ、この人は。僕ぐらいのレベルのものから見ても、もうそんなの、もうなんか当たり前の話っていうか、こんなすごいことやれる人がその即興でできないはずないっていう。まあ僕多分書いたらもっとすごいことなんですけど、だからそこの差がまあほとんどこの人もなかったんだと思うんですよね。相当な、すごいこと、今見てもやっぱり相当すごいことやってるので。はい、拙い演奏で、すいません。じゃあ次回は4コーラス目いきたいと思います。あとこの前を思い出した、この前回の投稿でなんかちょっと言おうとして忘れてたこと、要するにアンプでやる、書き留めないと方が頭使っているっていうことでちょっと絡んでいて言おうと思ったんですけれど、例えばグレン・グールド、バッハのって有名なグレン・グールドなんかは、なんか話によると、一説によると楽譜とかに指使い書き込んでないとかっていう、これ本当かどうかわからないんですけど、まあだけどそう、ああいう頭のいい人とかだったらあり得ると思う。まあ、ちょっと僕なんか貸してる凡人からしてみたら信じがたいことなんですけれど、指使い書かないで全部覚えてられるっていうのは、まあそれだけやっぱ脳も鍛えてのまあ頭がいいとしか言いようがないっていうか、だからそれが、そういうふうに心がけると頭が働くのかもしれないけど、なかなか指は凡人にはちょっと到達できないというか。まあ到達できないから書いちゃうから、まあだからずっと凡人のままなんでしょうけど、まあその辺はまあちょっと結構やっぱり考える余地があるかなと思いました。はい、余談ですけれど、じゃあまた次回、ご興味ある方はチェックしてみてください。ありがとうございます。